はい、ゆうすけです。ネットで買える宇宙戦艦ヤマダさんのバレンタイン限定の「ドラゴンボールヒーローズ」のオリパの2パック目ですね。はい、クリスマス、お正月と買ってバレンタインの期間限定のオリパも買いました。はい、これは宇宙戦艦ヤマダさんで買って、1パック3000円で、10枚入りの10枚のドラゴンボールヒーローズのキラーカードが入ってます。で、その10枚は SR か CP か UR ですね。はい、1パック目は UR2 枚入ってましたよ。はい、というわけで期待しながら開けます。可愛らしい袋で、これ真ん中が来てるんですよ、多分 UR。あ、ちょっと見えちゃった。はい、JM8 段の地位神論 CP で、JM4 段の CP ゴテンクス。GM6 段の CP 孫悟飯幼年期。JM2 段のスーパーレア紫総長で、ちょっと見えちゃったんですよね、これ。 JM3 段の UR ビビディ。おー、またシークレットきました。GM7 段のシークレットベジータ GT。 うわー、また入ってたー。お正月の限定のオリパーの時も2パック買って、2パックとも UR2 パック買って、1つが UR2 枚で、もう1個が UR とシークレット入ったんですよね。で、これはたまたまだろうって思ってたんですけど、また入ってましたね。2パック買うといいのかな。いや、でもクリスマスの時は確か両方1枚だったんですよね、UR が。いやー、シークレットは嬉しいですね、やっぱり。まあ、UR も嬉しいんですけど、いやー、嬉しいな。まあ、シークレット確定ではないと思うんで、てか、一泊目シークレットじゃなかったんで、はい。そこは気をつけて買ってください、買う人は。JM3 段のスーパーレアフリーザ。JM8 段のスーパーレアブロリー。JM7 段のスーパーレアベジータ王。JM1 段の CP クリリン少年期でした。いや、またシークレット入ってましたよ、これ。もう、本当にこれ、毎回言ってるんですけど、本当宇宙戦艦山田さん、僕の動画見てるでしょ、絶対これ。ねえ。こんな、シークレット入れてくれます？どうなんですかね。他の買った人どうなんだろうね。なんすかね。わかんないですけど。とりあえずありがとうございます。はい。というわけで、今回も期間限定の宇宙戦艦ヤマダさんのオリパ買ったらシークレット1枚に UR1 枚でした。はい。ちょっと、もうなんか、ここまでシークレット入ってると、毎回期待しちゃうんで、もうちょっと、落としてもいいですよっていうか なんていうのかな。ね。まあ、この辺で、抑えといてほしいですね。この先、シークレット2枚とかになったら、ちょっと、入ってない時にがっかり感が大きいんで、はい。いや、でも、これは嬉しいですね。はい。はい。というわけで、宇宙戦艦ヤマダさんから買った、バレンタイン限定のドラゴンボールヒーローズのリパーの2パック目は、こういう結果でした。ご視聴ありがとうございました。